言葉でね、非常にその象徴的なんだけど、うん、昔でもね、いろんな前提を持ってる人間なんで、はい、完全にそれをなんていうのが親なりね、親友にこう伝えきれるもんではなかっただろうけども、やっぱりそのどんな子供でもね、一つの自我を持ってる限りね、生きていく存在することの前提ってあるんですよね、うん、はい、それはやっぱり、ね、親がこの理解しようともしなくなったし、思いやらなくなったし、まあ、そういうギャップってのはやっぱりどんどん広がってますよね。そうですね。ただね、これ親を責めても難しくて、まず日本の場合は特にそうなんですけど、地域社会があって親があるっていう形なんですよね。でこれはまあ社会学の大御所だったね、あるガキ左衛門っていう、まあ、あるガキ左衛門っていうね、まあ、戦前から活躍している、まあ、東北の学者さんが、まあ、強調していたことだ。日本の場合親父がしっかりしているのはその宗教的な倫理性ではなくって、村の世間をね、家に呼び込む働きをそれからちゃんとしている。例えばそこでは村なら村が空洞化をすると、つまり世間が空洞化してしまえば親父も立つ瀬がなくなると、まあ、これ1960年代にね、いわゆる蒸発っていう概念でよく言われていたことでもある、あるいは断絶っていう概念で言われたこともある。要は地域性が空洞化して、子供と親が同じバックグラウンド、同じ世間を生きていないってことになってしまうと、親父は子供から見て幽霊みたいな存在になるんですよね。でそうすると親父がどんなに昔であれば尊敬されることを言ったとしても、それでも前提が違うので、宇宙人が言ってるように聞こえてしまう。で逆に例えば僕はずっと、まあ、その売買春のフィールドワークをやってましたよね。その中にはもちろん中学生高校生もたくさんいましたけれども、実は説教はできるんです。有効な説教をする方が簡単なんですよ。2段階なんです。まず女の子とコンタクトと喋るときに、いわゆる説教はしないんですね。そうじゃなくて、君はどんなやり方で売春してんの、そうか、そういうやり方か、でもさ、それはこういう危険があるよ、そのやり方やるんだったらこの方が危険が低いんだっていうようなやり方を言うんですね。そうすると、あ、この人は頭ごなしに自分のことを否定しないと、あるいは自分たちの生きてる世界を自分よりもよく知ってるかもしれないっていうふうに思うようになる。そうするとそこから先は説教は簡単なんだよ。でその意味で言えば、例えば実は性教育に限らずなんですがね、これヨーロッパの一部の国がやってるんですが、やっぱり旅芸人方式って僕重要だと思っていて、これはもうこの本も含めて十数年前から言ってますけど、もう昔ながらの地域社会がなくなってしまったんだったらですね、その大人と子供の共通の前提を親が独力で作ろうとしてもね、これは難しい。だったらこの世の中、例えばこういうフィールドはどういうふうになってるのかってことについて、例えば自殺、援助交際、オタク的コミュニケーション、宗教的コミュニケーション、何でもいいんですけども、実際どういうふうになっているのかってことを、この旅芸人のように回って歩いて、地域社会や学校で伝達するようなやっぱりエクスパートをね、養成する。でそうすると子どもも親も、まあ、かろうじてこれも情報にしか過ぎないんだけど、前提を共有できるようになる。で逆に言うと、その前提を共有できないと、本当に子供にとってリスク、何がリスクなのかわからないで、うん、親は、まあ、そう、うん、旅芸人ってのは分かるような分かんないような例えでね、例えばその女の子、昔のような村社会ってのが、はい、都会でも村でもなくなって、まあ、村はどっか知りませんけど、特に都会では町内会ってのがなくなっちゃって、はい、マンションの要するに輸入人でもね、連帯感は全然ありませんからね、 その要するに家族っていうか家屋の構造が違ってしまったから、いやそれ重大な問題なんですよ、これもね、実はね、石原さんちょっと話がずれるかもしれないんだけど、日米構造協議の結果としてね、まあ、90年代の半ばに建築基準法が改正されましてね、まあ、2倍法がどんどん入ってくるようになったんですよね。でそうするといわゆる日本の伝統的な和風軸組建築っていうのがなくなって、まあ、これは都市計画法の変更もあって建蔽率もどんどん増やされましてね、まあ、庭や縁側のない家がバン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 建つようになるわけです。でもちろん畳ふすま障子もなくなっていくわけですね。でそうすると住居の作りからして動線が変わってしまう。それは家の中の動線と家と家の間の動線も変わるので、家族同士あるいは異なる家の人間同士が顔を合わせるチャンスがまず減るんですよ。で実はその物、まあ、家って物ですけどもね、物の規格を変えるだけでそういうことが起こるというのは、ある種の社会学者にとっては常識なんだけども、これは実はあんまり知られていない。物の世界が変わるとコミュニケーションの可能性変わりますから、当然、昔だったら説教しなくても維持されていた伝統がその物をちょっと変えただけで一気にパーンと消えてしまうということがあるんですね。その対照的なね、その象徴的な対照的な例が東京にありましてね、そのいわゆる、ね、海抜ゼロメートル地帯にね、
主にそういうあたりにその木造のね、密集家屋の町があるんですよ、まで。それからそれが危険だって言うんでね、まあ立体化してね、その集団住宅に変わってる部分とね、ところがね、やっぱりね、僕なんか行ってみるとね、その災害対策のために行ってみるとね、やっぱりそのね、消防団の手押しのね、ポンプ車も入らないみたいな路地に住んでる人たちってね、あの用足してね、手洗いながら見ると隣のうちの台所が見えて3枚空いててね、ね、そのとにかくそのトイレの窓からね、あ、今晩サンマですか、そうですよってのことでね、そういうコミュニケーションってのはね、これはなんていうのかな、こう必然性に尽くしがたい、あの、本当そうですね、深いものがあるんですね、それがね、やっぱり街の構造でね、なくなっていくことの良し悪しってのはね、まあ、これはもう必然、歴史的な一つも必然っていうのか外然なのかもしれないけども、まあそういうところのね、対照的なこう住居状況を見るとね、いろんなことを考えさせるんですよね、だからそこから先がね、実はその社会の成熟度の問題だと思うんですよ、あのヨーロッパではね、そのスローフード、あるいはスローフードから始まるスローライフっていう運動がね、今から20年前ぐらいから起こりましたけど、そのまあ本義は今石原さんがおっしゃったことそのものなんですよ、あの伝統を守れとかね、村を守れとかっていうお題目はそれはそれでいいと、そうじゃなくて大規模店舗が入ってくるとかマクドナルドが入ってくるということによって、実は村はまた変わってしまう、例えば、まあ、日本の例で言いますとね、沖縄にはたくさん離島がありますよね、例えば宮古島の例を取ると離島と本島の間が橋で結ばれた、でみんなが便利だからそれを望んでいた、ところが何が起こるかっていうと、昔だったら1日 1,2 便出る船、誰が何しに本島に渡るのか、何をして帰ってきたのかが全部分かった、ところがそうやって交通が便利になると人知れず行き来しますから、誰が何が悲しゅうて生きているのかが分からなくなる、で実は同じことはね、例えば何とか新幹線ができる、これはもちろん地域の望みだったわけだけども、その新幹線ができてしまえば何が起こるのかっていうことは、実はもう実例が全部示しているわけだけども、そうした実例を知ってあえて便利さを選択したわけじゃなくて、便利さを選択してみたところが、まあ、意図せざる結果としてね、村が空洞化するっていうことがどんどん起こっている、でこの辺のノウハウの蓄積が日本ってほとんどないんですよ、沖縄を含めてね、じゃあ僕ね、その石原さんにぜひ申し上げたいことが一つありましてね、あの僕コンビニ化っていう言い方を知ってます、あの実はコンビニ化が、まあ、分かりやすく言うと家族の空洞化や地域の空洞化と非常に結びついてましてね、でこの空洞化が例えば援助構成とか新興宗教とかその様々な行動の動機づけのバックグラウンドにあるっていうふうに僕は思ってるんですね、で例えばあのコンビニエンス便益って言葉がありますけども、例えば昔の便益はマニュアルと役割に従って提供されるわけじゃなくて、善意と自発性に基づいて提供されていた、ところがそのコンビニファミレス的なものが広がれば、当然のことながら、従来その地域の自発的な相互扶助で賄われていた便益は役割とマニュアルに従って提供できるようされるようになる、でも当たり前だけども役割とマニュアルによって提供される便益っていうのは人間の関係性を生まないんですよ、だってマニュアルに応じて役割を演じられれば誰でもいいんですから、で確かにネームタグついてますけどこれはクレームつけるためにあるわけですからね、でそうすると確かにご飯は食べれるし物は買えるし快適な生活を送れるっていう部分は変わらないように見えても、実は便益の授受を通じて昔だったら店主と客の間に客同士で立ち話が生じて関係の履歴がだったら今日は負けといてやるよとかね持ってけ泥棒とかっていうねそういうコミュニケーションがあったりもそれは全くないわけですね、だから便益ってのは本当にサービスにはならないんですね、そうですね、まあ今日ね本当にね話は尽きないんですけどね、とても私も参考になったし面白かったんですが、本当に社会がね質的な変化しだしてね、人間の質も変わってる時にどこも人間の意識がねそれを追いついていかない、いろんな問題出てきますけど、今日の話ね本当に参考になりました、ありがとうございました。